皆さんこんにちは。ガジェット系中学生 YouTuber の Y さんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日は iPad の周りを進化させていこうと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。最近ご提供いただいたこちらのスタイラスペン2本なのですが、正直出かける時に入れる場所がありません。磁気吸力がついたりもしてないので iPad にくっつけることもできませんし、正直入れる場所がありません。ですが最近純正の Apple Pencil よりも結構僕はこちらのスタイラスペンを使っていまして、純正のなら iPad の上の部分にピタッとくっつくのですが、こちらのスタイラスペンはくっつきません。ですがなんとか iPad とペンシルを一緒に持ち運びたいと思い、本日購入したのはこちらの製品となります。はい、こちらです。 ESR から出ていますペンシルケースでございます。今回は灰色を選択しました。いつもなら黒を選択していたはずなのですが、近々 iPad のケースを白色に変えてみようと思いまして、今回はそのこともありグレーの製品をチョイスしてみました。こちらの製品 Amazon でお値段は899円でした。重さは 11g とめちゃくちゃ軽いです。最初届いた時、物が本当に中に入っているのかと思うぐらい軽かったです。とりあえず開封していきたいと思います。はい、こちらとなっています。とりあえずスタイラスペンを入れてみたいと思います。結構伸びる素材になっていて入れやすいです。はい、こんな感じとなっています。全然余裕のサイズ感となっています。このペンは結構 15.5cm という長さで短いのですが、 Apple Pencil ならもっと長さがあります。ですので一応純正の Apple Pencil も入れてみたいと思います。やっぱり純正の Apple Pencil で使う方もいらっしゃると思いますので、 Apple Pencil でも試してみます。はい、こちら Apple Pencil の第一世代を入れてみたいと思います。一旦このスタイラスペン抜きます。全然余裕で入ります。これぐらいのサイズ感ならもう全然余裕で、まあもしやアップルペンシルの方が合ってるというぐらいもうちゃんと作られていると思います。しかもアップルペンシルが入ればほとんど世の中に売っているこういったペンを入れることができそうなので、そういった点いいと思います。そして裏には強力な接着シールがついていまして、シールで iPad のケースに貼り付ける感じとなります。取り外しは何度かできるそうなので、まあそれでは貼っていきたいと思います。まあとりあえずここの部分に貼りたいと思います。まあ取り外しができるので最悪失敗しても大丈夫だと思います。はい、こういう感じでシールがついています。それでは貼っていきます。はい、こんな感じとなっています。まあいい感じだと思います。全然邪魔にならないですし、ペンシル自体入れなかったら本当にもう薄さはこんな感じなので、まあ全然邪魔にならないレベルだと思います。スタイラスペンは磁気吸力がないものが多いので、こういった製品あればとても安心だと思いました。しかも 11g なんて合ってないみたいな重さなので、これからケースに貼って使っていきたいと思います。それでは最後に入れてみます。あ、もう全然余裕で持ち運べそうです。本当にこの製品には感謝しかありません。こういった感じで iPad の周りも快適にしていこうということで、これからもたくさんのガジェットをご紹介していきたいと思います。はい、もう一本のペンシルもちゃんと入れることができました。本当にいいです。まあ、これから使っていこうと思います。僕はこれからこの Apple Pencil スタイラスペン2本の3本体制で頑張っていこうと思います。短い動画ではありますが、本日もご視聴いただきありがとうございました。これからたくさんのガジェットの動画上げていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最近 Twitter に力を入れ始めたので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。